どうですか？まあ、あと佐藤健太郎さんですか？そうですね。そうですね。佐藤もだいぶもう力のあるところに。はい。今回世界リレーは、だからミックスと、男子マイル両方、はい、日本のキャプテンとして、はい、走って、ミックスはちょっと惜しくもだったんですけど、男子マイルはしっかり走って、はい。まあ、もうちょっとでメダルでしたもんね。はい。なるほど。はい。まあ、お兄さんは、専門は400じゃないですか、やっぱり。400。永遠のね、50キロ。まあ、オールジャパン。え、世界リレー。世界リレー。世界リレー。してください、大西さん。いや、オールジャパン。うん、まあ、前で行きましょう。もう、なんか、よくやった、みたいな。ありがとう、みたいな。恩恵はまだまだちょっと詰めるとかあるかな、みたいな。何何する総順、ちょっとある程度固定したいっすよね。うん、サニーブラウン一走っていうのは、あれはもう、あれ限定プログラム。限定プログラムじゃないですか。でも、土田もね、メディア、その前にメディアではアンカーに送っておっしゃってたんですけど、多分現地のいろんな状況を踏まえて、一走、サニーブラウンにしたので、オーリンジャパンとしては何頭に置きたい？オーリンジャパンとしては2に置きたい。2に置きたい。オーリンジャパンは2に置きたいですね。はい。で、はい。で、今回、まあ3走、上山くん良かったんで。大丈夫、この後、首になってたし。まあ、オーリンジャパンいなくなってたらどうしよう。オーリンジャパンいなくなって。ああ、でもやっぱね。ですね。はい。普通の人でも。僕は理想、サニブラウン派なんですけど、まあでもいろんなね、ラウンド重ねたりとか、戦略上の都合でもなかなか、なかなか、拠点がね、違かったりとかするので、まあちょっと両サイドみたいな。うん。やっぱ2で、1、2でリードしとかないと、アンカーで多分抜くってやっぱ難しいと思うんですよ。うん。1、2、3まである程度上位で耐えるアンカーみたいな。うん。ことやらなきゃいいんで、まあやらなきゃアンカーやっぱいいんじゃないかな、みたいな。ああ、なるほど。はい。って思ってます。理想の、理想のライダー。オールジャパン。ドリームチーム。ドリームチーム。ジャパンドリームチーム。現状で言うと、坂井、うん、サニブラウン、上山、柳田、かなーみたいな。なるほど。はい。坂井、サニブラウンでもうトップ取っちゃう。もう、そこでトップっすね。人間言ったり、言ったり、言ったり、言ったり。本当に桐生君でガッて来れる3走もいいんですけどね。ああちょっと、ね、室内からのアウトドアの流れがまだ良くなくて、ああで、この間の世界リレーの区間タイム上山君かなり早かったので、ああ上山君いいかなって個人的には思ってます。なるほど。はい。オールジャパンはこういう意見です。はい。本日変わってたら。オールジャパンいないか。オールジャパンいなくなるか。オールジャパンの意見は軽く却下された。却下された。その程度だったというか。やっぱり、ね、伝統のやっぱり 2走はやっぱ一番早いと動きたい。そうですね。2置きたいっすね。感じ。はい。いいな。はい。消されてるかもしれませんけど。ああ、それはそれで。この動画は、ご覧の皆様の協力のもと制作しました。